いろんな事件がありまして ちょっとね本当にごめんなさい、ありがとうみんな、ごめんなさい。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ごめんなさい皆さん本当に約20分かな遅れちゃって、ごめんなさい本当に、こんなこと初めて、ごめんね。そうなの、事件、そう事件っていうほどねごめんなさいあれじゃないんですけど、でもちょっとあのプチパニックになることが起きまして、でも大丈夫です、無事に配信できました、よかった。あのピースは誰、いやそうなるよね、そうなんですよ、そうなんですよ。私今日一人でやろうかなって思ってて、でもねちょっと心細さを感じてしまって、いつも一人なんですけど私基本、でも今日ちょっととあるメンバーを誘いました。誰だと思いますか、さあ誰がいると思う、今日小田菜那、違うな、小田菜那じゃないな、誰でしょう誰でしょう、ふーちゃん違う、誰でしょう、誰だ、ウェム違う、ねん違う、リサ違うなこちゃん違う、しーちゃん違う、さあ誰だ、てち違う、誰だ、ね、そろそろって感じだよね、もうちょっと引っ張るねごめんね、もうちょっと引っ張るね。ヨネさん違う、小池のみーちゃん、おぜき違う、え、こんなにも出ないみんな、もんちゃん違う、誰だ誰だ、あおいちゃん違う、みーちゃん、ねるねる、よね違う、レディーレディー違う、さあ誰だ、ゆっか違う、ゆいぽん、お、ゆいぽん、お、お、おおおおお、そうなんだよね、出ちゃった答えが、じゃあ呼んでみようかよいしょ、やっほー、ゆいぽん、ゆいぽんでした、ゆいぽんゆいぽん、めっちゃ来てる、やっほー、やっほー、ってことで今日は2人でやってきまーす、ね、うおー、マジでそうなの、おい仕事日しちゃうね、どんじゃ、イエーイ、一本珍しい、珍しいね、珍しいね、二人でやるの初めてだもんね、うん、やったことある一人、私一人でしょ、やったことないよね、ない、そうレアだよ、イエーイ、ショールームの場に一本がいます、そうやりたいなって思ってた、ちょっとどいてみよう、ごめんなさい、ちょっと色がこっちの方がいい、うん、これ、うん、うん、なんかちょっと暗くなっちゃった、ね、なんか微妙、待ってたよ、ありがとうございます、パチ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 、いつも何してるの、いつもね本当に話してる、ずっと、すごいわ、ずっと話してる、話なくなっちゃうもん私、そうだよね、うん、でも意外とコメントさ、だってほらチョココロネ好きって来てるよ、あーそういうのチョココロネ、チョココロネ好き、チョコクロワッサンが好き、いやーあーわかるチョコクロワッサンね、美味しいもん、これちょっとちょっと今明かりの調節したいあーこんぐらい、あいいんじゃない、うん、いい感じ、いい、ね、やほやほ、うん、仕事帰りお疲れ様、今日は何する、なんかね特に考えてないんだよ、うん、パンね、そうローソンでさ今日あのコラボパンを買ってきて、ここでむしゃむしゃと食べようかなって思ってあのちょっと近くのローソンに行ったら、ありがたいことに売り切れてて、うん、そう品切れだったんですよ。皆さん食べました？パン
パン食べた食べたよ、食べたよ、美味しかった。なんかねみんなでねリクエストして味を、そうで出来上がったパン、すごいすごいすごい甘かった。いや甘いよね、ごめんね、あんこリクエストあんこリクエストしちゃったからさ、ごめんね。リクエストしたの通った？通った。お、あんこがちゃんと入ってた。それか。うん、三角美味しかった。なんかなんだっけ、あの餅みたいなの。牛皮だっけ？が入ってるから、そう美味しい。あれリナとかもなんか言ってた。入れてほしいってそう。ローソン行くたびに買ってくださいみんな。ちゃんと食べてね。なんかさメンバーがさ、うん、5人ずつぐらい乗ってるじゃん。だから何個4つぐらい、そうだねあるよね、種類が。そしたら皆さん皆さんコンプリートしてください、うん、メンバーも買います。嬉しい。ポン手振ってわファイル手に入れたぜ。だってファイルあれじゃない、サンタさんのやつおかな。あとなんだっけフィッツのガムも始まったので、そうそうそう、よかったら皆さんゲットしてください。うん、味があるよねあれも、ね、何なんだっけ、パイナップルなんか漢字で書けないみたいな、うん、やつとかある。フィッツ、そうガム買う、ガム買う、ガム来年、そうガム来年なの、まだ出てないよ、うん、もうちょっと。フィッツのあの CM やりたかったねえ、フィッツね、あったよね。え、なんかさフィッツ来年だった。ロッテとやってた時にさ、うんうんうん、あのフィッツのやつやってた人もいたよね。うん、なんか CM 一人一人 CM 作ったじゃん。うん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 、あ、 あったね、あった、昔ね。そうそうそう、ガムのあった。なんかなんだっけ、私笑いが止まらないみたいな、あ、そうなんだやつやったりした。懐かしいね。私噛んだ息でヤンキー倒すみたいな、うん、強い。そう強いよねあれ、強い。でもなんかみんなさ、うん、なんだっけ、アカネンとさミユがさ猫で捕獲されるやつ、可愛かったね、めっちゃ可愛かったあれ。あれはすごい好きな、うん、そう、やっほーやっほー、懐かしいな、ねえ、ね、懐かしいよ。2期生と話した？だって2期生とでもそんなにまだちゃんと話せては、私2期生とまだ全員と会ってない、ね、そっかそっかそっか、そう、そうだ、なんかタイミングが合わなくて会えてないメンバーとかもいるんですよ。まだ4人ぐらいしか会ってない、まだ全然ちゃんとお話も ね、まだできてないので、まね、ちゃんと会ってないから、うん、時間がねあったらしっかり話したいなっては思いますね、うん、会ってないの。そうなんだよ。だからでもお見立て会行った時にちゃんとこう全員しっかり見れたって感じもあるよね。あ、お見立て会行けなかった。あ、そっか、そう、そうだ、ゆうぷん行けなかったんだ。そうなんだ、お見立て会もすごかった。なんか、うん、みんなねハキハキ話してて、あ、そうなんだ、すごいなと思った。すごいな、みんなトークが上手だった。お見立て会か、うん、もういつの話、ね、懐かしいよって感じになるよね。すごい。え、ゆいぽん何したっけ。私ね弾き語りした。あ、そうだ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 、ゆいぽん弾き語りしてた。そうなのよ。そうだね、懐かしい。あと何やってたっけ、ヨネさんがあれだよね、なんかお経じゃなくて、あ、やってた、なんかさ、なんか唱えるの得意ですみたいな、得意ですみたいなのも言ってて、やってた、それすごい、すごーって思って、ヨネさんすごーって思って。あと何やってたっけみんな、なんだっけ、なんかしーちゃんは得意なの3つぐらい披露してて、うん、習字とアレと、それだ、なんかやって絵だ、絵発表したりしてて、うんうんうん、あとなんだろう、
何やってたっけみんな。ナーコとかもさバイオリン弾いたりさ。そうだね。そうそうそう。でペイちゃんのご飯ね、そう、ね、猫のペイちゃんのご飯があったりして、あトランペットリナ吹いてた。そうだ、あったね、あったね。お1万人来ました、うん、わーい、皆さんありがとうございます。この忙しい時間帯に、ね、本当に本当に本当にありがとう。そうご飯ご飯ブハブハ懐かしいね。まだ懐かしい。ブハブハとかね、なんか2年ぐらい聞いてないよね。聞いてない。ブハブハってなんかみんながさ最初さ何を特技にしてたのか忘れちゃった。なんだっけ、変わってくるよね特技みんななんかさキャッチフレーズとかもね、だんだんなくなってきてさ、なくなってきた、大人になってきたみんな去年読めない読めない、ゆうぽん声高かったよえ、ゆうぽん声高かったよ。あ、前ね、前ね、前ねってそうそうそう、なんでだろう意識しちゃうよね、声気になるよね。気になる、わかる。なんだなんだなんだ、みんなに幸せ届けるラッキーセブン、あった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 ね、超懐かしい。おだだだね、今はやってくれるかな言ったら、どうだろう、他に何があった、にじかちゃん何やった、お見立て会、私ひたすら話してた。あーすごいわ、もうめっちゃその時からなんかひたすら話す癖があった。すごいね、なんだろうね、なんか何もできるのないから話すしかないって思って、もうね泣きながら考えてたでもさお見立て会の前ってさ一回泣くよね、泣く一回泣くんだよね自分もさ自分をアピールしなくちゃいけないんだけど、アピールするとこ全くなくて、なんだこの人はって感じだった。なんかしかもみんなさ、うん、何かしらちゃんとできるじゃん、そのそうそうそう、なんかアカネだったらテニス得意でとか、ね、なんかそういうのなかったから本当ね、だからしかも結構尺長かったじゃん、長かったよね、うん、何分ぐらい、1人何分、5分ぐらいあったんじゃないかな、あったかもね。だからこの間2期生のこのね、うん、お見立て会行った時1人2分足らずで終わった気がしたの、私の中でね、違ったらごめんなさい。でもみんな早くて、めっちゃ早口で喋って、早口でやって、なんかわーって感じで終わってて、なっちゃうよね、みんなすごいなと思って。ひらがなクリスマス行った、行きました、行きました、行きましたあのプレゼントから出てきてプレゼントに変えるっていうね、めっちゃ可愛いよね、最後プレゼントに変えるって思えなくて、ね、あれすごい可愛かった。衣装もね、うんうんうん、すごい新しいのいっぱいあって可愛いなって、ね、可愛かった。あのファンの人の何ジョイフルラブの時のサイリウムって、うん、そうすごかったあれ、あれ 何があってああなったんですかちゃんと、ね、しかもグラデーションになってるじゃん、そう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 、サイリウムの色変えれんの、あれああいう風になってるの、何色あるの、自分たちでやってるんだろうね、なのかな、すごいあれ どうやって揃えたんだろうと思ってすごい気になってた、ね、ツイッターあツイッターで呼びかけた、そういうこと、んすごっ、広まるもんだね、すごいね、ネット社会ってすごいね、本当にすごいわ、ツイッターって。私たちもなんかあるかな、なんかね私たちなんかあるかな、なんかやってくれるかな、やってくれるかな、星とか作ってくれるかな難易度高いよ、難易度高いね、星いっぱい、星は難易度高いね出てくるかな、ね、やるよ、お楽しみ、星、そう全然今適当に、ね、今適当にどの曲で星出すんだろう、本当それ今星っぽい曲あるかな、君がいないぐらいしかない、ああそうかも、なんだろう、あとでも結構曲によって色変わるっていうか、う、ね、定着もしてきたよね、うんうん、なんかガラスの赤とか、あね、あとなんだっけ、サイマジュが緑でしょ、うん、世界青とか、ね、世界青で、あと何かが
なんかもう会場がさその一色になるとさ、めっちゃわーってなるよね。すごいね、こっちから見てるとね。そうそうそう、すごいんだよね本当に。そう、あと5人前ですね、黄色だったの、うん、あ、そうなの。曲によって変わるの。すごい。でなんか少女には戻れないが、うん、確か紫で、あで結局じゃあねしか言えないが黄色だった。そう、金木犀が出てくるからっていうの。そう、曲によってね変えてくれたり。青空が違うとかもさ、青とかだよね。確かに青まりが青なのかな。あ、確かにそうかもしれない、うん、何やった。すごい。でもそんな私たちカラフルっていうよりかは何色かって感じだよ ね。でもガラスの赤はかっこいいよ。かっこいい、あれかっこいい、あれ好き。寄り目やって、寄り目できません。リナちゃんのやつすごくない？メンタムリレーでしょ。そうそうそう、こいつ絶対できないんだけど。ハブちゃんについて急すぎる。急にハブちゃんについて。ハブちゃんについて。ハブちゃんね、あのやっぱ私雑誌見てるハブちゃん好きだな。あの雑誌の JJ のさ、あれめっちゃ可愛い。写真集めっちゃかっこよくなかった。それすごいわあれ。写真集の途中で自分何読んでんだろうって思った、ね、そう、外国のさファッション雑誌読んでる感じ、すごかった、ね、あれはね、メンバーみんな言ってるもんね、うん、かっこいい、うん、モデルさんだった。いやモデルさんだもん本当に。いやでもにじかちゃんの写真集のやつめっちゃ好き、えー、すごい透明感あるし、なんかすごい幼くなったなって思う。なんかすごい女優さんって感じした。嬉しい。めっちゃ可愛かった。すごい不安だった。私にじかちゃんのページ、でもゆいぽんもセクシーだったよ。私あのさ顔アップの写真あるじゃん、うん、なんか ある、なんか食べてるやつ。そう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 、あの食べてるやつの目のなんだろう、吸い込まれる具合がやばい。めちゃめちゃ目がもうたまらなかった。なんかもうポン観察の延長線みたいな、うん、そうだよね、思った。そうポン観察の延長線だ。確かに確かに、そんな感じだった。すごい貴重だよね、うん、写真集も最初で最後だし ね21人で出せるのは。そうそうそう、本当に皆さん手元にありますか写真集。毎日見てくれてますか、ね。買ったよ、わー嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。なんかローソン版と2パターンあ、そうだよね、よかったら。そう2キロなんですよ、2つ買うと。重い重いんですけどね、21人分ぎっしり詰まってるので。すごいよ、うん、国語辞典とどっちが重いんだろう。あー同じぐらいじゃない、同じぐらい。広辞苑には負けるんじゃない。あーそうかも、うん、国語辞典ぐらいの気がする。2キロ分家宝だって。ありがとう。あー嬉しい。おだななについてだって。メンバーについて。おだななについて。おだななについて。おだななについて。ゆいぽんよく、うん、追いかけられてる。ねでも最近来ないよ。なんか落ち着いたよね。落ち着いてる。ちょっとね、てかなんかなんだ、メンバーが最近なんかおだななってやらなくなった。わかる。あんまりこう、ね、なんか行かなくなってるね、うん、みんな。でもたまに急に来るよ絶対。そうそうそう、そう絶対来る。不意打ちに来るよおだなな。落ち着いてる。そうみんな一旦おだなな落ち着いてる、うん、今はね。そうそうそう、ちょっとね。何このしーちゃんについて。メンバーについてシリーズ。メンバーについてシリーズ面白い。そうなんかね、誰々に電話ってやつでしたいんだけど、うん、あの申し訳ないほど私自分の携帯でやってるもんで、そう電話かけられないんです、ごめんねみんな、うん、やばいやばいやばい、もうメンバーシリーズ止まんないじゃん、ね、メンバーシリーズ。けやきあるある。けやきあるある、けやきあるある。朝弱い。ああそれはある。みんな朝弱い。なんかめっちゃさ、なんだろ
遅い時間ほど、うん、なんか起きれない時ある。あー、わかる。なんか寝すぎて全然。わかる、わかるわ。まだまだ寝れそうって思っちゃうんだよね。そうそうそう、だから2度寝3度寝ってなる。そうなのよ。声が小さい、あら、ごめんなさーい。張ります、声張ります。ごめんなさい。ザンビ、あ、あ、ザンビ、確かに。私ちょうどゆいぽんのレッ、そうそうそう、とかあれだよね、アフターライブの時に来なかった、そうだよね。いた。え、何色だっけ、レッドでいいんだよ。そう、レッド、レッドの方はね見に行けたんですよ私。そう、やばかった。いや本当にすごかった。ザンビの舞台は、あのステージの作りも、あ、ね、ザンビシートだっけ、そうそうそう、なんかあるんでしょ、特別な席があって、本当に近くでお芝居が見えるっていう、ね、近すぎて貴重なあれだったよね。うん、え、セリフとか覚えるの大変だった？でも最初めっちゃ心配だったんだけど、うん、なんかでもお稽古してる間になんか自然と覚えた、うん、あ、うん、やっぱそうだよね、歌と同じ感じでいっぱい言うしかないよね。そう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 、やるとね覚えれる。え、あの曲って誰が決めたの？自分たちで。最後のアフターライブ、そうそうそう、自分たちで、なんか、なんだろうな、欅っぽさも残したいなと思って、そうそうそう、結構かっこいい感じのやつをやった。ハブちゃんとだしかっこいいのが合うかなと思って、なんか最初ライブのダンス、そう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 、ダンスパートみたいなの入ってて、そう興奮した、あ、知ってると思ってそう、いいよね、知ってると思って興奮してでもすごい良かった、うん、よく声出てるなと思って、あんな踊ってやばいね、すごい、あの 生歌って感じが良かった、うん、ちゃんと声が張ってて、なんか舞台中のさ、ところどころ歌が入るじゃん、うん、あれもなんかハブちゃんもユイポンもすっごい声出てて、そこにあの隣にスタッフさんが座ってたんだけど、やばいねって言いながらずっと見てた。私にじかちゃんとも舞台やりたいと思って、すごいにじかちゃんもお芝居うまいから、そう、嬉しい嬉しい、やってみたいね、絶対入るよ。でもなんかあれ見ててさ、うん、なんかアカネンとかユッカもさ、うんうん、なんかみんな経験してほしいって言ってて、うん、あ、でもそんぐらい本当にいい経験になったんだなと思って、うん、ちょっとコメント取るんでちょっとだけ大丈夫かで、なんか、うん、あ、本当に、なんか本当そんぐらいみんななんか良かったって思ったんだなって、うん、なんかで、なんだろうね、変わる変わる変わる。でもそうだよね、しかも人が少ないじゃん出てる、うん、だから自分だけとかさ、うん、結構目線が中、なんか なんていうの、集中する、うんうんうん、こともあるから、やっぱ責任感は何倍もね、あるよね。でもグループで一回ね舞台とかもやってみたいけど ね、うん、欅坂だけでやったらどうなるんだろうとか、ね、やりたい、うん、で、あのひらがなちゃんとかよくね、そういいよね、やってたから、あゆみもすごい良かったし、よかったよね、あれ良かった、うん、いいね、やっぱりやってみたいね声が小さい、ごめんなさい、あら近づいたらいいのかな、ごめんなさい。必然性いい曲、あら、そうだそう、 FNS 歌謡祭第2夜、え、あれも振り入れとかしたもんね、そうそうそう、全然なんだろう、本当にさ皆さんお忙しいからさ、そうね、集まれなくて、うん、何時間かでかん、なんか覚えて、もう見て覚えるしかないもんね、そうそうそう、いやーすごかった、あれも確かにいい曲だったね。ね、あのために書き下ろしてくれたってすごいよね。本当、うん、貴重な経験だね。これもありがたいことに。
ちょっと。ミジカのデコ上げだった。ちょっと下ろしてるんだ。でももうほら見てください、伸びたね。すごい気持ち悪いよね。伸びたね。だから今巻いてこんぐらいなんだけど。でもめっちゃ好き。なんか大人っぽい感じになるし。似合ってるし。もうちょっとね、そろそろ切ろうかなって。あ、本当に？思います。だからちょっとデコ出し一旦封印するかもしれない。見納めの。見納めになるかもしれない。いいなデコ出し似合う。本当？なんか。ユーポンとかなかなかやんないもんね。そうだね、なんか一時期やろうとしたんだけど、うん、全然似合わなくてやめた。嘘だ。そう、でもこういうのってさ、たまにやるからそうそうそういいんだよね。そう、多分最近ちょっとやりすぎてる感じがしてそうか、そろそろ飽きるよね。そう、なんか私も結構すぐ飽きちゃうから。でも本当にこれだけ思うのは、うん、踊りやすい。あ、いいな踊りに集中しかもうない。もう本当に気持ちがいい、踊りが。だからアンビバーとかめっちゃ頭振るじゃん、うん、もうないから、ここがいいな。ここしか揺れてないの、全然楽。私も次やろうかなやってね、みんな見たいよ絶対ね。いつかのアンビバでそうやろう。でもね、2回目はやっちゃダメだよ。あ、そうね、そう、1回しかダメだよ。ユーポンはそう、1回しかやっちゃダメ1回どっかで1回どこかで急にやります。ユーポンでこうだしね、やって待ってる。でもほんとね、1回やったら沼だよ。あ、ほんと？もう楽でしょうがない。でも なんだっけな、スチューデントダンスの MV でやったんだよね、うんうんうん、あ、やってた。水に濡れるから、もう前髪とかあったらちょっと悲惨なことになると思って、思った、ちょっと上げて。確かにスチューデントダンスね、あれびしょびしょだよ。なんかさ、なったよね、一回4人でさ、うん、一番最初に撮ったじゃん、うんうんうん、ね朝さ、うん、8時ぐらいから濡れてたよね。そう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 私たちまさかの4人のパートがさ、一番最初ぐらい、うんうん、2画目ぐらいだったのかな。でも本当は違かったじゃん。そうそうそう、実はなんかお昼休憩挟んだ頃にあったんだよ一回、ね、交番だとね、うん、でもなんかわかんないけど朝一発目に回されて、そうそうそうまさかの私たち1回目に1回濡れて、うん、メイク完成して、そうそうそう、髪も完成した時に濡れますよっていうびしょびしょになって、その後1回乾かして、乾かしてもう1回、でもまた全員濡れるからまた濡れるっていう、すごいあれ大変だったけど ね。いやでもなんか靴が、うん、あれドクターマーチンかなんかで、うん、水入ると重くない、重いよねだから結構な筋トレだったよね、うん、本当に。スチューデントダンス懐かしいね。ね、うん、でも楽しかった、水びしょびしょになって。なんかさ、あれライブでできたら楽しい、ね、いいよね、いいよね。なんかさ、ライブの途中でさ、うん、なんかこう円になってさ、水が出てきてさ、うんうんうん、水バシャバシャするみたいな、共和国とかさ、そうだね、できそうじゃない。やりたい、踊りながらこう、そうそうそう、お客さんにかけるみたいな。ちょっとあのかかりそうな人にはカッパ配るっていう、そうねちょっとこれをやってみたい、ね、やりたいね。でもあのひらがなクリスマスを見てて、うん、ライブやりたいなって思いました。本当にライブはね、やっぱりなんだろう、私たちの見せ場というかね、うん、やっぱ一番魅力が伝わるんじゃないかなって思う場所でもあるから、うん、楽しいよねやってて。やっぱもううずうずしてたもん見ながら。わかるあの照明とかさ、そう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 、なんかビームみたいにこう綺麗にさ、ね、こうなった時にさ、うーと思ってさ、なんかなんだっけ、はけてたら、うん、あの映像でつないで違うとこから出てくるみたいなさ、あれとかもいいなって思った。やっぱ楽しいなって思う、うん、なんか見る側になるとね、うん、すっごい楽しいねやっぱり。わかる。いやいや、もうちゃんとね、私たちもライブができたらいいね、ね、そのうちやりたい。ライブマジで楽しい、ありがとう皆さん何の曲が好きですか、ざっくり。
欅で欅で何の曲が好きですか。なんだろう、なんかさ一回ラジオでアンケート取った時に1位がエキセントリックだった、うん、あそうなんだ。で2位がセカアイで、うん、3位なんだっけかなとかだったんだけど、やっぱエキセンが人気なんだよね。エキセンでもさ、うん、最初聞いた時さなんかすごい衝撃というかさ、そうね、わすごいって思った、うん、これを私たちが歌う、ね、っていう感じはしたけどね。初めて音を聞いた時に、うん、私も好きエキセン、うん、エキセンすごい。私あのなんだろう、ライブのさ、うん、世界観がすごく好きなんだよね、うんうんうん、エキセントリックの。わかるわかる、あれね、いろんなことをやっていきたいなと思う、うん、エキセントリックの曲。君がいない、あ君がいないもいいよね、いい曲だよね、うん、ダントツ。大人を信じてくれないさ、最近やってなくない？全然やってないんだよ、悲しい、ね、あれやりたい、あれ踊りたいよね、うん、あのゴリゴリに踊る曲だから、あれすごいやりたい、ね、あれが一番最初のさ、あのヘドバーみたいな、そうだね、 ねそう、本当に欅初のヘドバー、そうそうそう、あのリハーサルの時とかみんな首も固定したままやってたよね。痛くてびっくりした、なんか首飛んでくんじゃないかなって飛んでくんじゃないかなって思いながらやってて、ね、アイムアート、あアイムアートも、ね、あアイムアートも好き、メンバーみんな好きって言ってる、うん、あれもなんかいっぱいさ、うん、なんかここまで曲あるけどどれも被んないってすごいよ ね、すごいよね、ユニットも含めてさ、うん、そんなね、平井心ね、なんか今年の夏のツアーの演出良かったよね、うん、ね、平井心行ってね、うん、あれね、ちょっとでもなんか広くないからわかる思った、何回もリハーサルしてさ、そうそうそう、したそう、ちょっとね落ちるなよっていうのだけ言われてなんか後ろからさ、うん、なんかスモークみたいな出てるじゃん、うん、あれが結構冷たいよね、わかるなんかりなちゃんのさ立ってるとこ直撃でさ足首が冷たいですスモークね、うん、なんかちょうどさ、なんだっけ、平手がリサにこう抱えられる直前座ってるじゃん、うんうん、あの時超スモーク直で冷たいって思いながらもしてた、ね、危なっかしい計画、いやあれ盛り上がるよ ね盛り上がる、なんかああいう曲なんか増えるとね、もう一曲ぐらい欲しいね、うん、不協和音、不協和音もやりたい、不協和音もさやっててさ、なんか楽しいっていうかさ、なんかなんだろう、なんかさすごいうわーってなるよね。やってる側としてはなんかすごい気合が入るよね。そうそうそう。うん。わかるわかる。ゲツスカ、いやいいよね。ゲツスカのダンス好き。うん。うん、しかもあれさ、なんかパターン2つぐらいない？うん、なんかない？ゲツスカのダンスってさ、MV 用とさ。あ、そう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 。あったね、なんかステージ用でさちょっと違ったよ ねっていうのも、へえ、モモリ好きだわ、モモリが私でも、ダンス好きかも、モモリだな、わかるかも、ちょっと幾何学的というか、あれがすごい好き。なんかさ46ショー、うん、NHK さんのさ、うん、時にさゆいぽんのさ、うん、ここから始まる、そうここから始まってた、始まるじゃんゆいぽんさ20秒ぐらいまばたきできないそう時あったじゃん、あれすごいと思って見てた、本当にめっちゃ近くにカメラがあって、うん、これどうしようと思ったけど、ずっとさここからさ、しかもゆっくり引いてくじゃん、そうもうずっと見てた、ずっとまばたきしないで、あれすごいと思った、ね302号室、あ、好き、うん、あれ好き、あの乗ってる、あのさ、あ、ね、ライブのさ、あのなんだっけな、早着替えじゃないけど着替えてる、うん、着替えてたの、たまたま、うんうん、その302号室あって、うん、その次に私たちだから、その間にこう着替えてるんだけど、うん、ずっと乗ってた、いい思いつけたの、嬉しい、あれもすごい、私5人林も好き、あらめっちゃ好き、5人林ね、でも曲もすごくいいんだよね、本当に、なんか
全然やってない曲いっぱいあるね。ね、気づいたら。確かにやってない曲もやりたいね。全然だって大人とか今聞いた時に、ね、1年半ぐらいやってないんじゃない？いつやったっけって。去年のカウントダウンフェスやったかも以来、うん、あ、ビバラポップでやったかも。やった気がする。すごい。え、でも全然やってないね。なんかダメだね、まだ完全燃焼だね。そんなにやりたい、やりきれてないよ。2万人すごい。おう、わーい、ありがとうございます。2万人カタミラ、いやカタミラもいいよね。はあ、カタミラも好きだな。なんかでもどれもダンス曲だけどさ、うん、特にダンス曲ってやっぱ一番好きだな私。不協和音とか大人とか、うん、カタミラとか、なんか休憩タイムがない曲好き。わかるわかるあのもう始まったら止まんない曲、そうがすごい好き。なんか意外とガラスとかも、うん、あのずっと踊ってるじゃんあれ。ガラス結構ね、あれ止まんないじゃん。わかる、あれもすごくいい。なんか酸素ボンベを背負って踊りたい。わかる、途中で吸いながら。途中で吸いたいね。わかるわ、うん、ガラスね。セフェクト太陽、セフェクト太陽ね、うん、いいよねあれね。学生さんとかすごい共感してくれるんじゃないかな、ね、なんか誰だっけかな、ヨネかな、うん、ヨネがすごくこの曲好きって言ってた、ね、言ってた。やっぱり年もね、うん、あれだしエモい。僕たちの戦争、あ僕たちの戦争さ、なんだろう、共和国のイメージあるよね。共和国でなんか水鉄砲とか、うん、飛ばしてなんかボールとか投げたりとか、うん、そういうイメージがある。懐かしい、あれめっちゃ好きだった。好き。なんかダンスとかもさ、うん、不思議だよね、 ね、あの世界観すごい好き。パルコ、いやパルコいいよ。ちゃんとさ、ダンスにパルコって入ってんだよね。 P とか A とか。 え、そうなんだよ。知らなかった知らなかった。え、多分そうだよ。あ、本当？パルコってね、確かね、振り付けでパルコの時こうやってんだよ、うん、P 作って多分。あ、これ P？ 多分わかんない、違ったのわかんない。すごい、だった気がする。え、でもパルコなんか歌ってて楽しい。カラオケで歌うもん。わかる。パルコ歌う。そう、ちょっと勝手に歌わせてもらってる。楽しいパルコ。パルコいいよね。うん、え、ちょっともう一回見てみよう。AM、AM 好き。最近なんかさ、全員で踊るよね。そうそうそう。AM さ、最近全員で途中から踊るってなってきてる。あの回るとこ好き。ね。くるくるくる。いいよね。あそこすごい好き。二人は何の曲好き？なんだろう、なんだろうな、どこを取るかね、悩む、絞れないね。わかる。え、じゃあ表題とカップリングってわけよ。あ、そうね、表題、表題な、なんだろうな、でもアンビバめっちゃ好きなんだよ。でも私もわかる、アンビバすごい好きなんだよな。アンビバはなんか歌詞とかも好き。なんかもう、あとスピード感好き。わかるわかる。あのさ、ちょっとリズム速い曲が好き、うんうんうん、私結構。なんだろうな。カップリングは？カップリングだったらもうこれ決めらんないね。ね。なんだろう、こう考えるとさ、いっぱいあるよね。いっぱいある。なんだろう、カップリング。でもエキセンはね、ダントツで好きなんだよな。なんか、うん、何なんだろう、あのなんかどこにもないって言ったらすごく言い方があれなんだけど、うん、なんかなかなかない曲じゃない、うん、あの
すごくいいなって思うし、欅坂っぽさもあるじゃん、うん、ちょっとあれがすごく好きなんだよ。でもカップリングだったら私モーモリか、うん、エキセンの2つかな、うん、なんだろうカップリング、へえ、もったいないじゃん。だってエキセントリックカップリングって、ね、もったいなさすぎない？なんかすごい表題わかるなってもいいぐらいの、なんだろうな。でも歌ってて、うん、I'm out が一番なんかなんか歌いやすいっていうか、なんか歌ってて好き、なんか歌いながらちゃんと踊れるっていうか、歌も集中できる曲だよね、うんうんうん、それはわかるわ。平井心もなってすごいね。なんかもうさ、カップリングもさ、うん、MV もさ、うん、なんかすごい凝ってるじゃん、うんうん、それもいいよね。いいよね、もうありがたいよね、うん、こんなに曲がいいなんて本当に嬉しい。バレエと少年聞きたいバレエと少年聞きたい。あれかわいいよね、うん、なんかさ、なんだろう、雑草役みたいなよね、雑草がって、うん、あれもすごい。ライブ中にさ急にガラッと変わるじゃん、うん、あれがすごく、なんかファンの人とかもさ、みんな目キラキラして楽しんでるのを見ると、ね、いいですね。みんな可愛いしね。そう、メンツがいいよね、ちゃんと。めっちゃ可愛い。いいね、いいね。やばい、曲の話したら止まらない ね結構してるよね、曲の話。曲の話ずっとやってる。何の話が聞きたいんだろうね。何の話聞きたいですか？充電となんですライブしてね、ライブしたい、すごい秋元先生について秋元先生についてなんだろう、このついてっていうシリーズは何なんだろう好きな衣装、好きな衣装、好きな衣装、あ、でも私なんかあった、なんかすごい好きなの。あ、私はもうね、あのロッキンの赤の衣装が好き。あー、あれ好き、わかる、好き。ロッキンのあの赤の衣装がドストライク、うん、わかる、あれ好き。でも不協和音も好き。私あのロッキンの赤の衣装が、うん、あの上回ったんだけど、それが来るまでは、うん、ハーネスの衣装が好きだった。あ、緑の、そう、わかる。ついここ持っちゃうやつ持っちゃうなんかランドセルになっちゃうやつ。赤いいよね、赤いすごいいいね、あれ、うん、だしさ、スカートの広がりの工夫だよね、すごいよね。でもスカートが本当に踊ってて、アンビバとか、うん、あとセゾンでさ、うん、こうスカートパサってやる振り、うんうん、あるじゃん、マタドールみたいな、うん、あれとかもすごい綺麗だし、本当になんか結構さ、何人でもさ通用する衣装じゃない、あの赤いの、すごいよね。いや、アンビバもいいよね、あのシンプルなさ、わかる、白黒みたいな、動きやすい、動きやすいねありがたい、動きやすい、もう本当に踊りやすさしかない、ね、軽い、軽い、涼しいしね。そうそうそう、本当に涼しくて動きやすいのが一番好きかもへー読んでる追いつかないね。すごいね、2期生のことに関してコメントが多い、うん、
やっぱみんな気になるよね。気になるね。ごめんなさい。私も、そう、気になる。もうちょっとちゃんと話す時間がね、ね、あればちゃんと話したいです。明日から修学旅行。いいな。修学旅行か。私東京に来たな。本当？そう、修学旅行は東京だった。中学校の時は。中学校？でも高校の時は海外だったんだけど。そう。楽しかった。人生初海外だった。本当に？そう。修学旅行ね。クリスマスは、クリスマスは、一人かメンバーみんなでいます。クリスマスパーティーしたくない？したいね。やりたい。クリスマスみんなでね、パーティーしたい。ご飯行きたい、ご飯。受験応援してください。頑張って。頑張れ。もうそんな時期か。受験とか何年前って感じ。だってお正月が勉強なんでしょ、うん、頑張って。本当に偉いよ、みんな勉強してちゃんと。本当、森田ひかるちゃん可愛いよね。可愛い、すごい可愛いし、あの小ささね、うん、めっちゃ可愛い。でもあのね、サバサバしてる感じ好き。そう、ちょっとねサバサバしてる感じがする。ししまるちゃんっては誰だ。山崎てんちゃん。てんちゃんってすごいよね。名前すごいね。名前がすごいよね。てん、え、由来聞いてみたい ね。聞いてみたい。でもなんかなんとなくさ、自分で頂点の天って言ってたから、言ってた、ね、なんかそんな感じなんだろうね、うん、多分由来的に。え、だって2005年。え、だからもうびっくりしたよ。びっくりする。2005年の数字見て最近やん。いや本当に2005年、自分何してたんだろう。2005年、今18でしょ。え、うん、誰が。いや今、あ、18年ってことか。 今2018年でしょ、うん。13年前。8歳だ。じゃあ5歳。やば。何してたんだろう。だってもうちょっと衝撃。しかもなんか同い年いないなと思ってたの、うん、そりゃそうだよね。入れない年になっちゃってる、ね、募集要項20歳まででさ。本当にびっくり。それが一番なんかさ、みんな年下だけなんだと思ってたら。そうそう、私たちの時ってさ、そのペイちゃんとかユッカーの世代がその応募できる、うんうんうん、あの上限だったよね。 それがだって今どこまでネルとかの年。そうだね、一個私の一個と下だから、ね。考えられない。年取った。ちょっと考えられない。本当にどうしよう。気づいたら年下しかいなくなってたらどうしよう。やだな、怖い。ゆいぽももうちょっとで20歳だよね。あ、信じられない。ウェルカム20代、ゆいぽんが20歳って。怖い怖い。もう怖いもん本当に。怖すぎる。だって制服着てたイメージあるよ、ね、最近まで。みんなね、ゆいぽん16だったね。だってそう、本当に若いね。16で入ったことも若いしね。本当にみんなすごいわ。気づいたらもう20、来年22になるのか。うん、忘れよう。ポーズしやすいよ。あ、しやすいね。ダブルピース。紅白見るよ。わーい。ありがとう。頑張ります。来年30歳ですってきた。全然若いよ。全然若いよ。本当に。まだまだ人生あるよ。ね。100歳まで生きれるとしたら70年なんだよ、うん、まだ折り返し地点もいってない、ね、うん、ニューポンとヨネさんのロケ思い出した。 あったわ。JK ロケ、ね、なんだっけあだ名なんだっけ。ちゃんゆい。あ、ちゃんゆいだった気がする。ちょっとすごいわ。
あの学校すごかったね、うん、いや面白かった、あれはすごかった、うん、なんかねユーポンはちょっと、うん、なんかちょっといそうだなと思ったわけ。ヨネがヨネがさ、イメージがないよね。ヨネがさ、チャンナナだっけ、チャンナナやばい、面白すぎた。懐かしいね、 JK ロケあったね、そんなの。すごい面白かった。ケバブ屋さんね、あ行ってたね、行ってた。サワベってサワベさん、急なサワベさんね。かわいそうってきた。ユーポンはミーアキャットだよ。私ね、でも目、いやほんとこれミーアキャット、こうやってミーアキャット、うん、めっちゃミーアキャット超かわいい。ぬいぐるみプレゼントしよう。欲しい、ミーアキャット定着させたい。ミーアキャット、ミーアキャットのキャラクターっているのかな。そうで探したのにいないんだよ。あ、そうなんだ。だからちょっとオリジナル作るユーポンのミヤキャットバージョン。カワウソとミヤキャット、そう似てるよね松平莉子ちゃん、あ、分かる、あの人形と話せる子。もえ、そう、人形と話せる子が入ってきたのすごいそう、人形と話せるの、本当に本当に。何話してたの、うん、なんだっけ、なんかね、え、何話してたんだっけ。でもね、ここにウサギのぬいぐるみ持ってこうやって話してた。なんかすごいよね、ちょっと気になるから気になる、追求してみるね超気になるあの子。ほのちゃん、ほのちゃんはね可愛いよね。私今隣だからダンス、ね、うん、アンビバがね、そう、ほのちゃん可愛いよ。返事めちゃくちゃでかくてさハキハキして、虹飛行ってきたふーちゃんがたまに呼んでくるんだよ、わ、ね、かる、私のことさ虹飛行先生で呼んでくるんだよ。でも本当にすごいよね、名前。しかもなんかあの時代の人でさ、うん、虹つく人いたんだって思った。思った。てかなんかまずにじかちゃんの名前聞いた時、にじかって思ったし。あ、本当に？うん。すごい、聞いたことなかった。私地元に一人いたんだよね。本当に？すごい。なんか漢字は違うんだけど、うん、なんか花じゃなくて海でにじか。ああ。虹色の海でにじかって子がいた。綺麗な名前。と、いや虹色の花も素敵。本当？うん、ファンタジーだよね。だってなんかママに聞いたら。うん、虹色の花ってあったら綺麗だよねみたいな、うん、感じだったから。由来あんまり聞いたことないな。でもなんかユイポンのユイって気になる。本当、なんかイの字にはなんかちょっと由来あったらしいんだけど、うん、聞いててよいや、みんなの聞いてみたいな、ね、聞いてみたい。たまに握手会とかでもすごい名前の人とか来てくださるのね、あるある、私のところに。これ本名ですみたいな。すごい、だからいろんな名前があるんだなと思って。でもあんまりキラキラネームっていうかさ、なんか珍しい名前の人と会ったことなくて、うん、まあそうそういないよね、うん、今なんかね。だからこうなんだろう、漢字、あと、うん、あ、わかる、漢字とかがさ珍しいの使ってる人とか会うと、うん、なんか当て字っていうの、うん、読めないやつとかあるじゃん、たまに。あ、これでこう読むんだとか、そういうのも面白い。すごい、ネルすごいよね、ネルね、ネルめっちゃ来てるネル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 、すごい。ひらがなの名前って可愛いね。うん、だって今コメントが可愛いもん、ね、ネルってさ来ただけでさコメントが可愛いもん。だからさ、ね、ユイポンも可愛いよ、ね、なんかさユイポンって可愛くない名前、ポンがなんか、そう、ね、なんかさいいよね、愛らしいよね。あら、あと5分、
早いね。あっという間だった。5分だ。5分。ゆうぽん、ほらもうコメントがポンポンポンじゃん。本当にさ、なんかあだ名がさ、なんか文字、名前をもじらなくなってきたよね。そうね、てか結構みんな名前で呼ぶよね。なんかさ、うん、あだ名で呼ばなくなってきてるかも。あーでもそうかも。なんかゆいぽんはもうゆいぽんって感じだけど、うん、なんかだっておだなな。なんかさフルネームじゃん。おだなな、おだななすごいよね。そう、私結構名前とかで呼ぶ人だから。あ、そうなんだ。すずもとじゃなくてみゆとか、うん、あ、そうだね。そう、下の名前で呼ぶこと多いかな。結構下の名前、あーどうだ、私あだ名が多いかも。あ、本当、うん、もんちゃんと、もんちゃん可愛いよね。もんちゃんもんちゃん可愛いよね。何もんってって感じ。しかも顔に似合ってるよね。そう、なんかもうひらがなでさ、もって可愛いじゃん。もう可愛い、もって可愛いよね。もって可愛いよね。わかる。何のこのひらがなって可愛いみたいな。わかるわ。なあこ、なあこもなあこだ、なあこだね。なあこ、でもななこって呼ぶ私。ああ、うん、なあこ、なあこちゃん、なあこちゃん、あ、なあこ、うん、ゆっか、うん、ゆっかは、ゆっかもゆっかだな。ゆっかだな。何なんだろう。リサにあだ名ないよね。もうリサだよね。リサ。あだ、ペーちゃん、ペーちゃんだな。ペーちゃん、ペーちゃん。なんかリカちゃんって呼んでる人いなくない？いない。あと私苗字だな。尾関。あー、わかるわかる。尾関、うん、尾関とか。普通に苗字で呼んじゃう。でもなんかその名前のさ、ふーちゃんとかしーちゃんとかみーちゃんとかさ、そういうのにちょっと憧れがあった。なん、ゆーちゃん。ちょっとさ、無理やり違くない？なんか違うね。ゆーちゃんってあんまりいない。私も兄ちゃんになるね。兄ちゃん。兄ちゃんはやばい。私もあだ名つけづらいからさ。うん。わかる。そう。一回さ、なんか初期の頃に、うん、あの、あだ名考えたいですってスタッフさんに相談した時あって、うん、なんか、ニジカって3文字だし、うん、コールしやすいし、うん、呼びやすいし、あだ名いらなくないって言われて、うん、終わっちゃった。ニジカすごい覚えやすいし、3文字って呼びやすいらしくて、何なんだろうと。でもなんかあだ名欲しいな。あだ名ね、私もなんかあだ名がなかったから、ずっと、うんうんうん、そう、あだ名で呼ばれる習慣がなくて。なんだっけ、コバさんだっけ。あ、そう、コバさんあった。なんか違う、なんか流行ってたんだよね。なんかコバさんって呼ばれてたんでしょ。なんだろう、なんか中学生の時にすごい、なんか苗字に3、なんか苗字の頭文字2つに3付けが流行ってて、うんうん、そう、コバさんちょっとやめて、コバさん広めないで。ユーポンで、ユーポン、ユーポンで、ユーポンです。私のツボだこれは。もう思い出し笑いしちゃうもん、ね、だってもう面白すぎるよね、このあだ名。あだ名って面白いわ。面白いね。なんかいいね、あ、改めてみんなに付け直したい、うん、でもコバも呼ばれる。コバね、うん、しかもスタッフさんからコバだもん。あ、確かに。そう、コバって感じ。あと水にさ、うん、コバってさ自分で書いてるよね。そうそうそう、よく水のキャップにさ、そう、コバって自分で書いてる。書きやすい、コバ。ユウとかだけどいそうじゃん、なんか間違える。あ、ユウとかね。コバってなんか、うん、もうユイポンしかいないもん。広まっちゃう、広まっちゃう。広まっちゃう、コバ。ユイポンはいいわ。レインボーフラワーくどいだろう。すごいよね。でも英語とかで表せるのすごくない？あ、そう、ストーンフォレストレインボーフラワーなんです。すごいすごいすごい。やばいよね。めっちゃすごい。何それ。気持ち悪いよね。めっちゃ植物じゃん。そう、自然なもので。すごいね、固められるの。やばいよね。え、すごい、それいいな。やばいよね、ほんと。面白い。パワーネームみたいになってる、うん、パワーすごそう。怖いよね。すげえ。でも私何も表せないもん。イシモンだって。やだ、イシモン。やだ、イシモリも呼びやすいしそう。あ、でも私スタッフさん結構、うん、なんだろう、男性のスタッフさんはね、イシモリが多い、うん、結構。でもね、女のマネージャーさんはね、ニジカって呼んでるから、うんうん、そう、イシモリ。確かに
呼びやすいのかな。ファンの人でもたまにいる。あ、本当？石森ってくれおーって感じ。仲良くなれちゃう、うん。イシシっていたよね、キャラクターで。知らない。なんかイシシなんかいた気がする。へイシシいた気がする。イシシ時間やでやってきた。時間やで。嘘。終わっちゃうのか。終わっちゃうのかすごい。28,523 人、ありがとうございます。あっという間だった ね。もっと話したい。またゆいぽんってやります。やりたい。なんかもっとね、面白いこと考えて、うん、ね、うん、今日めっちゃ喋ってたもんね。そう、まあ、これも楽しいけどね。わかる。みんなじゃあまたやるので、急に終わります。ごめんなさい、ね、急だけど急に終わっちゃう。おつにじです。おつにじバイバイ。おつにじ。